先生です。今日は最強のアニメ、まあ本当は漫画なんですけど、ジョジョの奇妙な冒険について雑談していきます。実はですね、来週と再来週がゲスト会なんですけれども、そのゲストさんが、まあ、ジョジョが好きということなので、まあ、知ってはいたけど全く見てこなかったということで、まあ、せっかくだしアニメをちょっと見てきました。そしたらすんげー面白かったので、今日はね、その私はジョジョが好きですよということをぜひお伝えしたいと思う。まあ最初にね、なんで見てこなかったかっつうと、ちょっとね、絵柄がね、最初はちょっと苦手でした。はい、これ正直な理由ですね。まあ、面白いと分かった今だからこそ言うんですけども、一部の始まりからですね、まあ、しばらくの間、ディオが吸血鬼になるらへんまでは、まあ、割と地味だったので、これ本当におもろいんかなと思って、結構不安だったんですけど、まあ、でも、見てる時に、まあ、ズキューンとか、メメタとか、ムダムダラッシュとか、まあ、とにかく有名すぎてテンプレ化してるワードがいっぱいあって、まあ、結構ネット民だったので、あ、これが元ネタかーってのがいっぱいあって結構楽しく見れました。で、まあ今日はアニメ化されている5部までの中で好きなキャラクターの名前を書いていきたいなと思うんですけども、で、まあとりあえず大好きになっちゃったのが、はい。ああ、ちょっと、あんまり美しくないですけど、すいません。まあ、空城、城太郎です。もう、すいません。ほんと、王道で申し訳ないです。いや、てか、城太郎がいるから、私は3部が一番好きなんですよ。もう、3部の1話から面白い。城太郎をね、最初に見たとき、本当に城太郎ファンには申し訳ないんですけど、筋肉が制服のコスプレしてるなって思ったくらい、もうムキムキっていう印象が強くって、小野さんじゃんってなって、わーってなったんですよね。で、まあ見ていくと、ジョタロはすげえ冷静で仲間思いで、こう常に先を見越した言動、そんでまあオラオララッシュみたいな、こう、優しくて強いんだけども、こう、内に秘めてる感じの熱い男っていうのが、まあ分かって、ていうかまあスタープラチナがめちゃくちゃかっこいいんですけどね。っていうところで、まあ、問答無用でジョタロですね。冷静キャラなのに、セリフのせいでおもろいなってなったのが、ダービー弟戦の、ノー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 とか、イエス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 っていうところがもうめちゃくちゃおもろかったですね。ああいう回があるのはいいですね。旅に出る仲間が結構みんな私は好きで、ほんと3部大好きなんですけど、レロレロ歌教員もそうですし、まあ、あとは、やっぱアブドゥルですかね。復活して合流してポレナルフと一緒に立ちションするあのシーンでめっちゃ、お前垢抜けたなぁと思って一気に好きになりました。でも旅仲間でやっぱ一番好きなのは、ポルナレフですね。ほんと好き。なんだろう、やっぱアブドゥルが死んでたと思ってたけど生きてた、よかったっていうのが、ポルナレフと同じ立場で見てたからかな。その辺から一気にこう親近感が増して、もう最後のね、バニラアイス編。いやー、ジョジョね、人死にすぎ。もうイギーとアブドゥルが死んだ時は本当にマジで泣いた。で、それでも生きていくポルナレフ好きってなるしね。まあ、あと、ポルナレフは、かの有名な、ありのまま今起こったことを話すぜがあるじゃないですか。あれの総本山だったんですね。漫画が元ネタっていうことしか知らなかったので、何を言ってるかわからねえと思うが、始まった時がもうマジで衝撃でした。久々に見たい方はね、45話をご覧ください。まあ今ちょっと3部のことについて喋ったんですけど、3部の次に好きなのが5部。っていうか、ブロノブチャリティ、いやー、名前と容姿だけは知ってたんですけど、性格とか人柄全然知らなくて、この人そんないい人なんって思ってたんですけど、めちゃいい上司、すぐ食べ物くれる。メンバーがチームに入る時の回想シーンがあるんですけど、ブチャラティの言動の一つ一つがほんとかっこよくて好きっていうか、中村雄一、ね、声優補正は大いにありますよ、このアニメは。私アニメあんま見ないんですけど、もう個人的にはね、もう中村雄一と言ったら、岡崎最高なんですわ。まあ、あとは五条先生かな、最近だったら。で、まあ、久しく見てないんですけど、まあ、クラナドはね、個人的にはちょっと人生救われたアニメなので、もう岡崎の声を聞くと、それだけで心がなぐんですわ。
なんで、まあ、その思い出補正プラス、こう、ブチャラティの生き様が掛け算されて、ブチャラティを好きにならないわけがない。ていうかもう、このアニメはね、もう声優陣が豪華すぎて、まあ、どうかしてますね。あの、4部の広瀬くんの声とか聞いたとき、マジビビって、とんでもね、作品を追っ始まってたんだなって。ていうかまあ、ほんと見てよかったです。来週のゲストさんね、教えてくださって、本当にありがとうございます。そのうち6部もアニメ化される流れなんですよね、きっとね。まあ、楽しみにするしかないですね、本当に。はい。まあ、というわけで、今日は、ジョジョの奇妙な冒険についてお話ししました。来週のゲスト回も、ジョジョ大好きな方とお話しするので、もしよかったら見てみてください。はい。では、本日は以上です。ありがとうございました。